ムーズ県は、フランスのグランテスト地域県の県である。県名は県内を流れる川の名に由来する。1790年以前の州で、色分けされたチズバル公国ロレーヌ公国、シャンパーニュ及びクレルモントワトロワゼウェシェモンメディ、フランスにおける、リュクサンブール公領の一部カリニャン公国ムーズ県は、フランス革命の1790年3月4日に83の県の一つとして、 1789年12月22日制定の法律に基づいて設置され、共和国発足時の領土としては、奴隷の地域圏の最も西側に位置していた。この圏は、設置以来、県内の各教会がほとんど変動しなかった。1997年にアンドバンピエルポンという小さなコミューンが、ムルトエモーゼルへと移動した例はある。ムーズ圏。 とりわけ1916年のベルダンは、第一次世界大戦の主要な戦闘現場であった。県境は、アルデンヌ県、マルヌ県、オートイコールマルヌ県、ボージュ県、ムルトイコールエイコールモゼル県、さらに、ベルギー王国にも接している。主要都市は、コメル市、ベルダン、バルイコールルイコールデュックである。主要河川は、ムーズ川、エール川などがある。ムーズ県の気候は、 海洋性気候と大陸性気候の両方の影響を同時に受けるために平均的とされる時期を横切るように気候が変動し初期や雨季の間を繰り返している。降水量は東部地域では多い時は900ミリメートル前後を上下することもあるが850ミ、mm、リメートルを切ることもある。中部地域のバロワでは1000ミリメートルを超える。総始図。 INSEE クイド2003 INSEE リーセンスメント1999観光には2つの側面があるグリーンツーリズムと一方で第一次世界大戦の史跡であるありがとうございます